貧困解散として青山氏を。小池議員の鶴亀の声援は、寛永9年、西暦1632年、崇伝長老や将軍家光公の来訪を仰ぐため、小堀遠州に依頼して作った広々とした枯山水庭園で、将軍隣の庭、修寺の庭という特殊な風格を見て、個体をよく保存している庭として、昭和29年に特別名称に指定。